山本さんが先ほど NHK に対して統一教会に対して報道が腰が引けてるということを言いましたね。具体的に教えてください。何と比較して腰が引けてるのかということで、はい、ありがとうございます。一番極端な例言いますね。ミヤネ屋と比べて腰が引けてるって言ってます以上です。他ございますか。いや、じゃあそれだけですね。他の新聞とか他のテレビとかを見てて腰が引けてるというんじゃなくて、ミヤネ屋と比較してということ。いやいや、他にも TBS も頑張ってると思いますよ。はい、そうですか。じゃあ他のはどのようなところ見たことありますか。他にはどのようなところっていうの、山本さんも忙しいでしょうから、うん、まあ安倍さんが打たれてからいろんな番組とかがあるんですけども、うん、じゃあメインとしてはミヤネ屋と比較して腰が引く。ごめんなさい、ミヤネ屋にプラスされましたよ、はい、TBS も頑張ってるねって話しました、はい、2,3 も頑張ってるし、うん、他にもいろいろ頑張ってる局はあるけれども、 NHK は結構薄いよな、統一教会系の報道がっていうのは。おそらく見比べていただければ分かると思うし、 NHK の方自身がうなずいてらっしゃるっていうのが全てだと思うんですけどごめんなさい、着地点を教えてください。じゃあ それで結構です。はいはい、でもさっき聞いてくださいましたから、現場の記者の方だったりとかディレクターの方だったりっていうのは結構頑張ってくださってるということです。ちょっと待ってください。いや、すみません、記者の方は知らされるんですか。いや、いろんな記者の方いらっしゃって、局の方針でこれをやってないか聞く場合にこう切り返されるに決まってるじゃないですか。だから NHK 自体はそこを取り扱わない理由というのは、現場の記者にまでそれこういう理由があるんだって知らされるんですかね。知らされないんですね。だったら質問すると困りますよね。そうですよね、なお僕も不思議なんですよね。各局の方いらっしゃって、テレビ朝日のクルーの方、選挙の時に20時間一緒にいたんですけど、それ1秒も放送にならなかったんですけどいや、すごい長い手紙をもらって、それが飛んだ理由を書かれていて、本当に申し訳ないっていうのがあって、だから一人一人皆さん記者の方は一生懸命やられてるのに、それはもうなんか上の理由だけで一瞬にして、そのまあ5分以上の V がもうできてたんですって。でもそれも流れなかったっていうの、それを申し訳なかったっていう、すっごい長い文章で手紙をもらいましたね。僕なんか初めて選挙やってますから、代表がテレビの取材に答えるのにものすごく不機嫌だなと僕は思うんですよ。絶対使わないじゃないですかって言って必ず言うのが、あ、これを何回も経験したんだなっていうふうに思いましたね。現場の方々には罪は一切ないんですよ。全部上が悪いんです、はい、自分の人生考えてね、保身なんです、はい、生きてええんかなこんなこと、すいません。